コスモオーラのポイントコスモオーラは人工的に作られた宝石の一種。水晶に金、インジウム、ニオビウムなどを蒸着して作られる。タンザナイトオーラ、セレスチャルオーラとも言う。真空内において水晶を熱し、その後高温に熱しイオン化した金属の蒸気を添加する。金属原子が水晶の表面に蒸着し、独特の金属光沢を水晶に与える。 色合いは透明感のある青紫のような色でタンザナイトに似る。そのため別名にタンザナイトオーラというものがある。表面に現れる反射光は赤ピンク色を提示、コーティングクリスタル独特の光沢を有す。コスモオーラのアクセサリーとコスモオーラのブレスレットコスモオーラはブレスレットなどの小さな送信具に用いるために球状もしくはビーズ状に研磨されたものに加工を。 施しているものが多い。最近では、マガタマや、天使などの形状のものも見られるようになった。ペンダントなどの大きな送信具に用いたり、ポイントとして用いるために、水晶全体をそのまま用いることもある。また、クラスターのものも見られる。コスモオーラもまた、アクアオーラと同じく、しばしば、クリスタルヒーリングに用いられる。クリスタルヒーラーの間では、刺して効果ではなく、 入試も容易であること、またその深く澄んだ色などから、天井のオーラクリスタルとも呼ばれ人気がある。ありがとうございます。